ダビデバ・アルディーには、イタリア・エミリア・ロマーニャ州ラベンナ出身の、元サッカー選手。サッカー指導者。現在は、ジェノア・ CFC の監督を務めている。選手として、AC ・チェゼーナで主にキャリアを過ごし、オズワルド・バニオリ、アリゴ・サッキラの影響を受ける。引退後、ボローニャ・ FC、パルマ・ FC などで経験を積んだ後、2004年に、セリエ C1 のサンベネデッテーゼ監督に就任。 2005年には、セリエ A のカリアリ監督に就任するが、成績不振のため数試合で解任される。2007年12月28日に、ネドソネッティの後任として再び、カリアリ監督に就任すると、ロベルト・アクアフレスカを軸にチームを立て直し、残留を果たす。2008年9月5日、ステファノ・コラントゥオノの後任として、パレルモの監督に途中就任すると、エディンソン・カバーに、 ファビオ・シンプリ・シオラを主軸に優れたチームを作る。シモン・シェアーラ若手も台頭したものの、結局8位に終わって1シーズンで退団。2008から09シーズン終了後、デリオ・ロッシの後任として、ラツヨの監督に就任した。スーペル・コッパで、インテル・ミラノを破り優勝を果たす。しかし、クラウゲオ・ロティと会長と対立する、ゴラン・パンデフ。 クリスティアン・ダニエル・レデス・マラが出場を禁止されたために戦力が限られ苦戦が続いた。第23節カルチョカターニア戦にてホームゲームながら0から1位の敗北を起死してチームは降格圏へ転落し2010年2月10日に解任された。2010年11月8日、ジャンピエロ・ガスペリーニの後任としてジェノア CFC 監督に就任。 前任者が用いていた3から4から3システムから、オーソドックスな4から4から2システムに変更したが、チームの成績は安定せず、結局10位に終わり1年で退任した。2011年11月9日、マッシュモフィッカデンティの公認として3度目となるカリアリの監督に就任したが、翌年3月11日に解任された。2013年1月20日、 ルイズ・デルネイリの後任として再び、ジェノアの監督に就任した。2017年11月6日、イヴァン・ユリッチの後任として3度目となるジェノアの監督に就任した。2018年10月9日、直近のパルマ戦の敗戦を受けて、ジェノアの監督の座を解任された。その後任は、ユリッチとなった。二千二十年十二月十一日、ロランド・マランの後任として、 自身4度目となるジェノアの監督に就任した。ありがとうございます。